はい、どうも皆さん、サオでございます。本日はですね、配布の、傀儡の風流ですね、は強いのかっていう話と、まあ、重大なお知らせというか、相談みたいのがありますので、はい、ご視聴お願いします。そろそろね、ネタがね、尽きてきましたね。メンテナンスでね、今日はね、何も触れておりますし、それでは行きましょう。傀儡の風流なんですが、まあ、効果が、敵複数体ですね。敵1、2体に魔法ダメージを与え、さらに魔法攻撃力をショーアップするっていう効果を持ってます。まあ、この武器はね、強いのかなっていう話なんですけど、まあ、自分のね、バフ、自分にバフを与えながら魔法ダメージを与える、しかも確率で2体っていうとすごい強いですね。はい、マグをね、得意武器にしている、職業、皆さんはご存知ですか？はい。まあ、存じてない人が大半だと思います。僕も知らないです。まあ、なぜかと言いますと、マグは得意武器としてね、キャラクターはいません。キャラクターとかジョブですね、いません。じゃあ何なんだこのマグはと。このマグは、ソーサラークレリックミンソレルのね、重要なね、武器になってます。で、なぜかと言いますと、まあ、ソーサラークレリックあたりは、バフ色なので、まあ、攻撃にあまり向いてない色なんですよ。まあ、そこで誰もがね、つけられるマグ、その3種の職業がね、必ずつけられるマグっていうのは、いい感じにサブ火力になってくれるので、まあ、しかもね、事前登録で皆様ね、持っているので、まあ、マグ SS の、まあ、傀儡の風流は、まあ、必ず装備させた方がいいんじゃないかなって思います。はい。でですね、入手法なんですが、まあ、こちらですね。事前登録の報酬。これはもう必ずゲームをダウンロードしたら、ボックスに届いてますので、必ずもらえます。で、もう一つが、チャームメダルかな？欲望メダルかな？多分チャームメダルだと思うんですけど、チャームメダルっていうのは、コロシアムで手に入る報酬みたいなもんです。で、それでゲットできます。で、それでね、幻突がね、できるっていう仕組みなんですが、ちょっと一つ見てほしいものがございます。はい。こちらの人のね、動画ですね。僕の動画ですね。見てください。ここなんですけど、マグが4突されてるんですよ。なんでですかねっていう。自分の動画でなんでですかって言ってるのかよくわかんないですけど、気づいたら、マグがね、5枚あったんですよね。この傀儡の風流が。で、まあ、なんか4体ぐらいもらえるんだなと思って、とつってたんですけど、まあ、なんか他の人に話聞く限り、今コロシアムできないから、1つしかね、ゲットできないですよっていう話だったので、まあ、先に言っておきますけど、まあ、チートはやってないので、これはバグなのか、それとも皆さん他にね、なんかストーリー進めてもらえたみたいな。まあ、頭抜けてるだけかもしれないんですけど、ストーリー進めてもらえたとか、他にね、入手方法あれば教えていただかないと、このアカウントがね、バンされるかもしれないですね。なんでですかね？はい。まあ、強いんですけど、4突の武器がいきなりゲットできてるんで、まあ、強いんですけど、まあ、ちょっと不安が残りますよね。これ。なんだですかね、これ。他にもね、このバグのね、なった人いればね、コメントね、書き込んでください。他にもね、ご意見あれば、コメント書き込んでください。まあ、今回はね、これをね、話したくて、マグについてまとめてみました。それではね、短いですが、ご視聴ありがとうございました。